映画監督デビュー。1990年代に入ると金田一少年の事件簿、サイコメトラーエイジ、池袋ウエストゲートパーク、継続、そしてトリックをはじめ数々のテレビドラマを大ヒットさせ、日本を代表するディレクターとして一躍世に知られるようになる。さらに自らが手掛けたテレビドラマの劇場版を監督。金田一少年の事件簿を皮切りに、継続、トリックシリーズは映画としても大きな話題となる。さらにピカンチ、自虐の歌、包帯クラブを監督。その演出力の幅広さを見せつけた。さらにメガヒットとなった浦沢直樹原作のコミック20世紀少年の劇場版、第1章終わりの始まり、第2章最後の希望、最終章僕らの旗を監督。現在は劇場版トリック霊能力者バトルロイヤルの公開を控えつつ、9月に公開の話題作、人気コミックベックの劇場版の制作に突入。現在の日本映画界のトップを行く堤幸彦監督と語り合う今日のトークテーマは、映画で人生が変わる。 81.3 J-WAVE Radio Spider。 さあご紹介しましょう。演出家映画監督堤幸彦さんです。こんばんは。よろしくお願いします。すいません、いきなり間違いがあったそうで。50年はじゃなくて55年ですね。申し訳ございません。すいません、まだ54歳なんです。すいません、年齢を上げてしまいましたすいませんでした。大したことないです。いやいや、そんなことはございません。大変失礼いたしました。いや、でも映画監督の肩書きを持ってらっしゃる方はこの番組いろんなあの分野から出ていただいたんですが、実は堤さんが初めてということで。本当ですか。はい、初の。めちゃくちゃ光栄ですね、それ。本当ですか。ありがとうございます。もうこちらの方が光栄です。お越しいただけるだけで。いやいやいや、そんな、もう今日は普通のおっさんです。何を言ってるんですか。50年生まれで55年生まれのもうすいません、もういろんなね話を聞いていきたいと思うんですけれども、はい、そもそもはテレビのバラエティ番組から始まってるんですよね。そうなんです。演出なさってたんでしょうかね。